ゴールキーパーが、キムミノ、そして3センターバック右から吉岡、秋山、池谷、そしてアンカーの位置に宮坂、右船橋、左水谷、そしてインサイドハーフ佐藤と坪川、さらに宮本、森川の2トップと予想しています。さて、さぬきの予想フォーメーションです。キーパーは高橋、ベテランです。3バック右から井織、西野、遠藤、そしてボランチが長谷川、右川崎、左宇髄、そしてインサイドハーフ後藤、中村、そして2トップは松本、小山と、前節と1人入れ替えてきましたスタメンです。さぬきの後藤、セットプレーのキッカーも務めるようなテクニカルな選手、今日は先発に応答。ここはキーパーが腕一本でセーブしました。リプレイでご覧いただきます。名橋の右足で、長野はセットプレーのターゲット、宮本、そして森川、吉岡あたりでしょうか。さあ、宮坂、低いボール枯れて決まった、押し込んだ、押し込みました。最後決めたのは坪川でしょうか。最後詰めていた坪川が足で押し込みました。ちょっと寄せられて下げます。左からやり直し、仕掛ける、縦に仕掛ける、突破していく、中に入ってきた、マイナスのボール、シュート、キーパー止める。ちょうどペナルティーアークのあたりでしょうか。選手が密集するような格好になっています。直接打ったか、どうだ、一塁キャン、決まった、池谷、最後は池谷が叩き込んでいきました。宮坂のこのキック、ニア寄りだったんですが、中村が落としたところ、ここにうまく反応しました。右足を振り抜いていった長野の池谷でした。さあ、左サイドから坪川、そして宮坂、裏へ森川というところでしたが、右足決まった、に決めていきました。宮本、今シーズン2得点目です。さらに3点目を挙げました。まだ前半です。足元に落ちてくるような格好になりました。川崎の対応だったんですが、そして見事ゴールの右隅叩き込んできました。さあ、すでにアディショナルタイムに入っています。目安は2分です。右からシュート、ここはキムミのファインセーブです。からマイナス方向を振り切っていきました。最後後藤でした。さあ、後藤から小山を経由して松本、右に開いて川崎、川崎のクロス、ファーサイド、右足を出していきましたが、クロスバーわずか上でした。川崎から非常にいいボール、ここをダイレクトボレーで押し込んでいこうというところだったんですが、わずかにクロスバーの上でした。杉田が受けに行く動きを見せましたが、あと相手に直接ボールが当たってしまいました。さあ、ここは池谷が競っていって、そこをデュークが拾いに行こうというところだったんですが、流れたところ川崎が拾う、そのままクロスを入れていく、ヘディング、シュート、決まった、最後決めたのはアウト。川崎、ここはヘディングでドンピシャ合わせました。1点を返しました。3対1、さぬき、ここは思い切っていく必要があります。さぬき、
さあ縦に1本長いボールを送っていく、こぼれたところクリアされます。セル、さあ東が抜けた、東キーパーと1対1、右足ポスト、まだあるか、今のシーンです。うまく裏に抜けました、相手のスペース緩急をついて、最終的にはキーパーと1対1。さあこれが最後のワンプレーになるかどうか。ここで長い笛が吹かれました。試合終了、3対1 AC 長野パルセイロホーム開幕戦を飾りました。これで今季2勝目、ここまで負けなし。一方のさぬきは連勝ならず、今シーズン2敗目を喫しました。